はい、皆さんこんにちは。私は作業療法学科の、村井と申します。今日は、よろしくお願いします。生まれつきの障害等によって、なかなか自分の体で遊べなかったり、手足麻痺があってうまく遊べなかったりとか、物を操作するっていうおもちゃを使っての遊びが経験できなかったりとかですね。で、あとお友達と遊ぶっていうことがちょっと難しかったりとか、そういうようなことがやっぱりどうしても出てきますね。で、そこでじゃあ遊びを使うことによって、今言ったように自分の体のことを知り、物を知り、人との関係を知るっていうところを治療支援していくっていうところで、作業療法士は遊びを媒介にして治療していくというふうなことをやっていきます。いろんな、一つ遊びのものと遊ぶっていうところで、おもちゃを使ってそれを経験していくと。で、そのスイッチ操作っていうのを、経験を積んでいきながら、いろんな、これから大きくなっていって、勉強だとか、何らかの社会的な役割とか仕事とかですね、そういうところに結びつけていくようなところを、支援していくというふうなになるかと思います。一応ですね、子どもさんの、対する作業療法ということで、一部ですけども、こういう形でおもちゃを使って遊びを間に入れながら治療していくというふうなところをちょっと紹介させていただきました。以上、今回の、入り講義としては以上になります。どうもありがとうございました。